元日にもかかわらず水面際には多くのファンの姿があります。そして日本中のボートレースファンの熱視線がここ徳山に集まります。2023年もボートレース界最初の優勝者は徳山から生まれます。恒例の豊島滝シリーズ2023最強覇者決定戦、地元支部5人兵庫支部1人の顔合わせ、12レース優勝戦が始まります。くしくも内枠3人は昨年の正月、ゴールデンウィーク、お盆の覇者3人勢ぞろい。さらに内枠2人は昨年と同じ顔合わせです。グランプリ覇者が堂々と王道を歩んできた白井英治、抜かりのない戦いで最後も一気に V へ駆け上がってみせるか1コース。今年も合言葉はサメ狩りしようぜ。大峰豊意地を見せるか昨年のお盆の覇者2コースから。昨年のゴールデンウィークと同じ赤い枠番での登場は3コース3番の末永雄貴、同門の先輩の賞金王のタイトルに刺激を受けた一人。たった一人の遠征勢は角14番の吉田俊彦、そのテクニック魅力を感じざるを得ません。地元の支部長を見せるか5コース5番の江本慎二、そして混戦を楽しみに待つ6番太田直哉、6コースインコースから1番2番3番4番5番6番スタートしました。3、4、5コース3人が少し目立ったスタート、しかし内寄り2人が伸び返す。白井英治、これぞ王道のターンは1周1マーク、ただちょっと流れているぞ。大峰にチャンス到来、昨年のリベンジか、手がぶつかり、おーっと大峰にアクシデント、を引っ掛けた、危ない、持ち直しはしたんですが大峰豊にアクシデントが起きている。まずは1番の白井、速攻決めて先頭スタートは前提正常でした。立ち往生してしまった2番の大峰はなんとか構想は再開しましたが、この間に1番の白井が独走体制に入ってレースは2周目。2番手3番末永、5番江本の競り合いに内から4番の吉田俊彦、さらには6番の太田が5番手で続いて、大峰は今1周2マークの旋回です。上位陣は2周1マークの旋回、さあ2番手争いが激しいぞ。間に5番の江本大きい、外4番吉田、内から3番末永接近。この時大峰今2周目に入ったところ、先頭1番の白井英治独走体制に入って2周2マークの旋回。さあ2番手競っている、大競りだ、3番末永4番吉田、後ろで江本が待っている。江本がズバッと内を切り込んでくる2番手争い、3番末永とのマッチアップ、少し4番の吉田遅れ始めた。4番手1番白井を先頭にして上位陣は最終周回に入っています。先頭1番の白井英治、さあ問題は2番手、内から競りかける4番吉田の最後の1マーク、置き去りにしたのは5番の江本、4番吉田と3番末永は今度は3番手で競り合う状況となって、この時大峰は今最終周回に入るところです。今年もここ徳山からグランプリロードが始まる。昨年よりは茨の道にはなるかもしれませんが、それでも白井英治なら何か夢を叶えてくれそうな、そんな優勝戦でした。5番江本2番手、4番吉田が3番手、今年も1番白井先頭で駆け抜けて優勝ゴールイン。5番江本ゴールイン、4番3番の順でゴールイン、6番太田ゴールイン、そして2番の大峰が最後の2マークをこれから回って直線コースに戻ってきます。最高峰で2番大峰ゴールイン。